はい、こんにちは。今日は2021年金沢大学の問題です。問題はこちらです。8以上のすべての整数 n は0以上の整数 xy を用いて n イコール 3x プラス 5y と表せることを示せ、といった問題ですね。まあ、これは一次不定方程式ですので、xy の整数解求めて0以上ってことから、まあ、範囲を絞ってやっていってもできるんですが、まあ、今回これ求める必要はなくて、8以上の整数 n、これがこう表せるよってことを言いたいだけですので、まあ、ちょっと実験してみましょうか。じゃあ、例えば n これ8以上ですから、じゃ8としてみましょう。n を8とすると、xy いくつで表せるかっていうと、3×1 たす5×1 で8ですから、xy を1、1で置いてあげれば8になりますね。ということで、0以上の整数 xy でこういうふうに表せるよと。じゃあ、9の時はどうかっていうと、これは 3×3 で9になるので、こう表してあげれば OK と。x を3、y を0にしてれば9になりますね。じゃあ、10はっていうと、これは 5×2 ですから、1を0にしてあげれば OK と。じゃあ、11はっていうと、これは 3×2 で6から 5×1 で5で、これで11ですね。じゃあ、12はっていうと、これは 3×4 で、こちら0にすれば OK と。13はっていうと、これは 5×2 で10で、あと3を足せば OK ですから、こうなるよと。まあ、こんな風に、8以上の整数 n っていうのは、まあ、xy0 以上のもので、こう表せるよということを言いたいわけですよね。で、これを示したいだけですので、まあ、例えば3と5ですので、3の倍数、あるいは5の倍数に注目してやっていけばいいなと。今、じゃあ3の方でやってみましょうか。じゃあ今この n なんですが、3で割った余りに注目しましょう。今じゃあ例えば8とか11とかっていうのは、これは3で割ってマイナス1ですね。3k-1 って形で書けるよと。で、8以上ですから k を3以上にすれば OK と。k が3の時には8ですよね。k を4とすると12-1で11になるよと。まあこういった数になるよと。3で割った余りがマイナス1ですよと。こういう数ですね。じゃあこの時を考えると、この時にはこれ見てみると、y を1で置いてあげればいいなと。y を1にすればうまくいきそうだと。つまり今 n をこれで置いてるので、ここが 3k-1 ですよと。イコール 3x プラスの y を1と置けば5ですよね。で、5をこっちに持ってくるとマイナス5ですからマイナス6になるよと。つまり x をいくつで置けばいいかというと、これ3で割って、x は k-2 で置けば OK ですね。ということで、こう置いてあげればうまくいくなと。まあ、実際これ、k、今3以上ですから、ここ1以上ですので、まあ、0以上の整数。y も0以上の整数ということで、ちゃんとこれで置いてあげれば、xy0 以上の整数で、この数っていうのが表せるよと。いうことが言えますよと。じゃあ次に、n が 3k の場合を見ましょうか。n が 3k の時に、つまり3の倍数、9とか12とか、こういった数ですね。この時にはどうなるかっていうと、今度 y を0で置いてあげればいいなと。つまり、y を0にすると、そうすると、ここが0になるので、ここが0、つまり n を今 3k と置いてるので、3k イコール 3x ですね。で、3で割ると x を k で置いてあげれば OK と。ということになります。ということで、x を k で y を0で置いてあげれば、この n が 3k の時の数を表せるよと。で、k 今3以上ですから、xy0 以上の数でちゃんと表せていますねと。じゃあ次 n が 3k プラス1の時はっていうと、今度は、じゃあ今度 n が 3k プラス1ですからこうなって、今度はこういった数ですね。3で割って1余る数。この時は y を2で置いてあげれば OK だと。じゃあ y を2にすれば、こう10ですので、3x プラス10になるよと。じゃあ10をこっち持ってきて引くと、マイナス9ですね。こうなると。じゃあ、x いくつで置けばいいかっていうと、3で割って k-3 ですよと。ということで、こう置いてあげればいいな。k は今3以上ですから、これ0以上になりますね。ということで、ちゃんと n が3で割って -1、それから3の倍数、3で割って1余る数。でこれらの数の時に、ちゃんと xy が0以上の整数で表せるということがこう言えたので、まあ、こんな形で示すことができましたと。今これ3の倍数で注目しましたけど、まあ、こっち5の方でやっていってもできるかなと思います。5の倍数で5の割った余りがいくつの時とかっていうことでやっていってもいいかなというふうに思います。はい、ということで今回はこんな形で示すことができました。以上です。ありがとうございました。